コタくん病院から帰りました。ただいま。コタくんただいま。きつかったこれ、初病院。どっちがいい？ちなちゃん、コタ歓迎してあげてよ。ただいま、よく頑張りましたね。コタくんの足の具合なんですが、もう外科的治療はできないということで、内服薬でなんとかしていくってことになって、でこちら、これはお薬じゃないんですけど、サプリメントを使って少しでも足が動くようにとのことだったので、今日からサプリメント始めたいと思います。こちらをスポイトでワンプッシュ入れるそうです。で混ぜ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 、食べるかな、味変わっちゃうかな。まず、はい、ちなちゃんどうぞ。はい、コタくんどうぞ。あ、問題なく食べれてますね。にゃこ母さんが来てるので、にゃこ母さんにも猫缶あげようと思います。にゃちゃんまた、はい、どうぞ。にゃこ母さんも寒いけどなんとか頑張ってます。ちなみにこのサプリメントなんですが、りんちゃんがヘルニアになった時にこれを飲ませてたら歩けるようになったので、こたにもいい具合に効いてくれたらなって思ってます。そして問題なくご飯に混ぜたら食べてくれてるので、これから続けていこうと思います。で、次の病院はまた2週間後、神経の注射。おしっこの方はもう自力でできるので、おしっこの検査はなかったです。家で圧迫排尿することもなく、ちゃんと自分で出せるようになってきてます。ちなちゃん早っ。もう食べた。ちなのが気になる。いいよ、一緒に食べて。体重も、3.75 だったかな、 3.75 から 3.8 キロまでちょっと増えてきました。これだけ食欲あれば大丈夫かなとは思っています。てなことで、コタくんの近況報告でした。ありがとうございます。